ずいぶん遅かったじゃないか。不作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が、国を滑る王もなく、兵もなく、民もなく、今や何もない空っぽの国だ。もはや玉座さえも必要ない。貴様はなぜ俺を狙う？目的は一体何だ？無論シドの首だ。だが知らせによれば、奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりに、シドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし、俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある？ベネディクトを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を？彼女を殺したというのか？ああ、そうだ。こいつは何たる凶行だ。殺し損ねた仇を、そいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。彼女はベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクタは俺の傍らに立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前はその夢を台無しにしやがった。クライブ・ロズフィールド、宴はしまいだ。今からお前を俺がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。黙れ。貴様に殺された人々はそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。貴様に同情の余地はない。風獄不可、俺は許しはしない。死んでなくなれ。シドもお前も俺の邪魔をする者は全てぶっ壊してやる。貴様だけはこの手でほぐる。チェー。
在地のあるところは俺の舞台だ。世界は俺を選ぶようだな。逃がさんぞ。ここは俺の舞台と言ったはずだ。
Ugh!
殺してやる、殺してやる、殺してやる。いや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 。やれやれ、頭を冷やしたらどうです。まだ、またの機会にミュートする。